ますか。コンさん、放浪者か少様お願いします。放浪者少様フレミネが好きらしい。風翔太、ルロー放浪者、うんうん、まあルローはね、まあ、シンプルに強い武器です。いいと思います。生物波状4きた、4セット揃えてる。 42.1 高いな。金18.6、20.40.0 ジャスト、いいですね。40攻撃時計20、30.3、30高い。コップ風バフで 27.0、 まあ27だけど風バフの差上なんて一致杯ですからいいですね。あんまり自由枠です。34.8 現茶、めっちゃいいな。冠耐震ダメ高いし強くない。攻撃力2000ある。2000ってやばいな。ルロー学章ってさ攻撃力低いんですよ。ルロー使ってる方来てだいたい攻撃力1700-1800ぐらいになっちゃうイメージなんですけど、2000あります。高いよこれ。攻撃力1700と比べてみ、火力 1.2 倍弱ぐらい、1.2 倍全然違いますからね。ええやん。で率74-111、うん、放浪者は氷拡散したとき開始率20上がるんで、まあ、それも込みのステータスかもね。え、強くね？てか、ルロー学章でここまで攻撃力漏れてる時点で綺麗だろ。一突してる。テンプレベルトリプルクラウン。ただ本当のことを言っている。素晴らしい。少様が攻撃力2500高いな。天空槍なんだ。実際天空槍少様はね、まあありですね。通常攻撃速度と物理ダメージは、まあ、カスみたいな効果なんですけど、まあ、少様からしたら使わないんだけど、まあ、ステータスいいからね、使えます。で、新車4、こちら。44.4、いいな。羽。32.7、まあ羽はでも伸びしろか？でも悪くない。時計。ん？時計原茶？時計元素チャージ効率なのに攻撃力2500もあんの。おお。28.8。じゃあこのコップ攻撃しちゃう？だよね、攻撃コップで 32.6。 あんまりはさすがに会心だと思う。会心ダメージで 24.1。 なるほどね。え、これすごいよ。武器が天空で、しかも時計まで原茶だから、もう元素チャージ効率 187% ありますよこの時点で。まあそうなるよな。会心率65はな。少様って突破ステータス会心だからもっといけるはずなんだよ。新車だと攻撃力上がるし、ちょっと攻撃力削ってもいいかもね。ベネットとかいるならなおさら攻撃力弱いかな。ちょっと攻撃削って会心に回せたりするといいか。これか、まあ、天空槍じゃなくて和白炎やな。モチーフ武器引けるならちょっと良くなりそうですね。かな。少様厳選頑張ります。いやでも羽の厳選だからな、時計とか冠に比べたら楽だと思うわ。誰でもいいので2人見てほしいです。はい、ノイズさん誰にする？ライデンめっちゃ見てきたから、ヨイミヤとナビアにしますか。ナビアの生物あれかな、残響4セット揃ってんのかな。うわー気になる。残響見て。じゃあヨイミヤいきますか。攻撃力3100、マジ。武器平野目剣セレ5、生物ファントム4。この読みは面白すぎるな。ちなみにめっちゃあり、平野名言で通常に 80% バフかかってるから、まあ、武器貫突パワーなんだけど、ダメバフめっちゃ稼げてるんで、別に締め縄である必要はありません。まあ、これ多分フリーナと合わせる前提にはなってると思うんですけど、ダメバフめっちゃあるし、なんなら会心漏れる方がいい、嬉しいし、でなぜかこの読みはちょっと攻撃力ムキムキなんで、攻撃力はもう大丈夫だから、でダメバフも持ち武器で大丈夫だから、会心をもろうっていうアイデアのファントムはね、正しいと思います。見てみますか。 39.6、 ふむ、あね、おほほほ、攻撃の塊。いやいいですよ、ファントムですからね。スコアなんか40.8、18.7、22.6、43.0、 攻撃の塊だが、ファントムだしね、いいと思う。攻撃時計、これ自由枠だ。42.0、いいね。で、熟知もいいね。現茶もある。これ、普通に強い。42。コップが攻撃、うんだろうな。そうじゃないと3000いかないもんね。攻撃コップで、25.7、現茶熟知。これ、冠も攻撃だと思う。攻撃時計、攻撃コップ、攻撃冠まであるで、これ。だよね。
スコア 35.0 熟知現者。他の執行官たちは何してるんだろうね。あ、いいと思います。どうせわけのわからない攻撃力をとにかくムキムキにして、ダメバフはモチーフ武器と、まあ、ファントムとでダメバフ稼ぐ。なんならフリーナ、ファントムだしフリーナとも合わせるだろうからフリーナで稼ぐ。会心は、まあ、ファントム読んで盛るといいんじゃない。で会心率59だけどファントムの効果で会心率95になって、あ、ほんまフリーナと合わせられるなら、あとまあベネットか、まあ、読みはベネットと相性めっちゃいいんで、まあベネットとかフリーナでファントム発動できるならばめちゃくちゃいいと思います。すごいな、攻撃力3000だからね。攻撃力2000で満足してるやつらの 1.5 倍出ますからね。素でやばいですよ結構。でしかも 1.5 倍火力出るのに、こんな別にリツダメとかねステータス妥協してないんで、めっちゃいいな。で貫突、おおはは、テンプはトリプル、あ、ダブルクラウンね。いや8ね、いいと思います。良い読み屋だな。まず、まあ、ファントム発動できるならめちゃ強い読み屋だと思う。あとまあね、素で攻撃力高いから普段使い、わざわざ敵倒すのにベネット使うのもアホくさい気持ちわかるし、こういった意味でもめっちゃ強い読み屋だね。もしかして貫突、武器精錬1、精錬1、レザ3突、貫突、あ、じゃあナビア見よう。いや、良い宮がやっぱ推しなんだね。武器も精錬貫突だし。ナビアにしますか。階段。ナビアは残響4で組みたいキャラです。で、ちゃんと組めています。そう、スコア低くても結構無理やり残響4組んだ方が強いタイプですね。めちゃくちゃ相性いいんで。見ていきますか。うわ、強い。え、43.9。おお、早速強い。羽が 45.2。 この辺りに戦いがいのある強敵は45へダブルですか。羽羽受けは攻撃がこれ自由枠ね。 42.8 はい、45へコップが岩バフ1ですね。残響1コップ 35.9 強くね。ナビア冠が 27.2 現状。うんうん、いや、よいよい、開始ダメ 27.2。 ナビアね、今基礎攻撃力1位なんですよ。祭壇も基礎攻撃力高い武器なんで、攻撃力2500とか、なんか攻撃時計、攻撃コップ、攻撃冠じゃなくて、やっぱ基礎攻撃力高いおかげでね、攻撃時計、岩ワフ、配信でももう2500いっちゃいます。すごいね。でリッツダメが、あ、62、これね二突ですね。なるほどね、やってくれるな。貫突ナビアを使いこなしてやがる。結構やばいよこのナビア。ナビア2突でね、あの弾丸の結晶化を拾った時の弾丸が1個2個3個ってあればあるほど回収率 36% まで上がります。貫突ナビアだから貫突込みのビルドだね。貫突を使いこなすのがうまいなこの人。回収率98です。だからダメ247だけど、貫突効果でナビアって回収ダメージも上がるよな確か。貫突効果でね、回収ダメージ 135% 上がるんで、どうなっちまうんだ。回心率98、回心ダメ382だね。で攻撃力も、で岩バフも祭壇でスキルバフ36、残響で50、コップで 46.6、 岩共鳴で15、めっちゃダメバフある。あ、もうちょい攻撃力あってもいいから、まあベネットと合わせてね、攻撃力3500とかにしちゃって暴れるともうやばい火力出るね。テンプレベルは、ダブルクラウンの6か、爆発めちゃくちゃいいじゃん。なんか貫突込みのビルドなんだけど、ナビアめっちゃなんか綺麗な立ダメによくよくここまで調整したと思う。これ多分これ3、4ヶ月くらいかかったと思うし、ここまで仕上げんのめっちゃいいな。良いビアもね、ファントム発動できるならめっちゃいいし、面白いです。原神うまい、ステータスの調整がすごい。ライデンもチラッと見る、ライデンもチラッと見よっか。でも多分草薙で絶縁4、ライデンみんな子やからな。あー、ええやん、73147、1対2現状。ここに立ってても相手はやってこないよ。琥珀さん、育成中のライデン、できればナヒダもお願いします。いいよ、楽しい。あ、シンプルでいいな。ライデン武器、行革ライデンいいですね。ライモチーフ現状も上がるし、率も上がるし、爆発にバフも入る。まあ、ライデン星5なら草薙、星4なら行革です。絶縁4、うん、え、強くね。あ、でも自由枠なんか。鼻からやばいわ。56.4。はぁ、羽。ん?羽やばくね ?49.8。56、49.8、マジ?
もうこの時点でスコア105だが。105か。時計。現茶時計 36.6 高いな。コップ攻撃コップ 41.9 た40た平均200もう200余裕で超えてね、もう200いってそうやな。もう冠が俺の故郷の設定で投資してしまうよ。冠これ40ってんの、え、これ バグじゃん。え、これ冠やばくね。ここに立ってても冠やばくね。冠やばくね。え、だってさ、スコア40いってる冠って神なの。冠で、でしかも現茶だよ、絶縁だよこれ。しかも4オプション目攻撃力実数値だよ。なんだこれ、やべえだろ。 40.9 現茶もある。ですね、スコア224 スコア224あります。なんなら現茶漏れてます。やばいです。このライデン1750はこれ漁獲だからね、漏れてるし、あ、ベネットとかね、駆除使うしね、来年。回収率 12% 上がって。いやー、こんなに強いのに回収が55なんだ。やば、しゃあないな。いや、わかる。なんか回収率上がる来年に合う、なぎなた欲しいな。いや、こんな神みたいな冠来たらつけるわ。わかるわ。なんで、12上がっても、率67だもんな。でも回心率67って普通だからね、ライデンからしたら。いや、回心率67ってライデン的には普通で、で215って初めて見たわ。ライデンでここまで回心あんの初めて見たわ。現茶260でしょ。なんだこれ。バカってか、バグレベルで強い。なんかあれだね、味方の回心率上げれるキャラって多分今後来ると思うね。特に氷元素の国で。そしたらなんかマジで暴れそうだし。何してるんだろうね。まあいいんじゃないですか。どうせわけのわからない。めちゃくちゃ強いと思います。壮大な計画とやらを進めてるんだろうけど。やばいわ。ロトツ。エンプレベルは890。いいと思う、いいと思う。ライデンクソ強だった。で、回心ダメ200超えてるライデン初めて見たしね。全員初めましての方だとは思うのですが、全員見応えありましたね。おもろかった。